ちょっと待て、ライオンがいる。皆さん、たぬきちだなも、ただいま2020年4月7日。あ、家ができてる。もっと新しい住人が増えてる。サンデーか。あ、キングじゃなくてサンデーだって。鳥居もお前ら顔似てるんだよ。お前顔、そっくりだな。黒か白だ。まあいい、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 まあいい。いい、今日はまあ、それはいい。今日は違うんだ。今日はね、誰の島に行こうかな、第2弾。今から、他人の島に行って、まあ、遊びに行くと。で、どんなワールドなのか参考にするという企画ですね。ちなみに珍しくお昼に撮っております。平日の昼間。ニートですね。まあ、この時期ね、ちょっと学校とか始まってると思うんですけど、この時期学校始まるの、正直ね、危ないけどね。まあ、ちょっと、僕から何も言えないですね。それではですね、今から島に遊びに行きたいと思います。今日は誰の島かな？あった！みのり島。今日はみのり島の姫さんのワールドに行きたいと思います。行きましょう。来た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 。あ、すごい、川がね、まっすぐだ。俺の知ってる川じゃなくて、一本なんだね。あ、クリエイトがもうできるってことかな。いいな、俺も早くやりたい。お花畑もありますね。お邪魔しまーす。よろしくお願いしまーす。イェーイ！じゃ、ちょっと住民を待とうか。あ、来た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 。今日は、よろしくお願いします。オッケー、じゃあちょっと案内してもらいましょう。ついていけばいいのかな？え？あ、ジャンプできるんだ！そっか、川が一本しかないから。一マスだけだからジャンプできるのか。でも橋いらないね、このワールド。いいな、一本。あ！なにこれ？なにこれ？これなんだ？あ、アスレチックだ！すごい、見て！うわ、滝2段になってる。おしゃれだね。これアスレチックになってるんだ。もちろん要素、ドームだから、ないと思うけど。これアイディアがすごいわ。え、なんかずっとアスレチックしてたい。かわいい、ぴょんぴょん跳ねてて。ぴょん。ぴょん。あ、バッタがいるよ。俺バッタと同じ動きしてるから。バッタさん遊びに来てくれたよ。こっち来て。お家どこにあるんだろう。もうなんかアスレチックで俺満足しちゃったよ。あ、これが自分の家なんだ。海岸にあるのか。これもしさ、潮が満ちてきたら埋まっちゃうのかな。てかなんでジジイいるんだよ。どのワールドにまだ俺ジジイを見たことないことがないぞ。わあ、すごい！入り口に、卵のアーチだ。おしゃれっていうか、なんか嬉しいというか、小学校の時の卒業式とか、こういうのありましたよね。何飼ってんの、これ。サソリだ！サソリ飼ってんの、このお家。こっちはなんだ？え？タランチュラ？タランチュラも飼ってんの？え、毒入り昆虫飼ってる家なの？やだ、なんか。脱走したら死ぬぜ、これ。あれ、ベッドなくね？ベッドなくない？あ、これがベッドか。え、でも、サソリの横にベッドあるの怖くない？ね、タイル、床がさ、桜落ちてるみたいになってる。すごい掃除したくなる、これ。掃除あんまできない俺が掃除したくなる部屋だ。お邪魔しました。じゃ、そろそろ、帰還するか。お家に帰るか。え？なんか1万ビル落ちてる。1万。いや、さすがにちょっともらえないって。あげる？いや、ちょっと、もらえないね、これ。これちょっと、もらえないから。もらえないよって言って、もらえないよ！お金めっちゃ欲しい！欲しいんだけど、でもやっぱほら、あつ森でカツアゲできないじゃん。リアルの世界でもしないよ。あ、でも欲しかったな。もらっとけばよかったかな。悲しんでくれてる。帰るのが寂しいみたいだ。みんな帰るの寂しがってくれて嬉しいわ。これ帰らないとずっと泣いてんのかな、もしかして。ちょっといようかな、ここに。帰らないで。
帰るふりだけして帰らない、帰るふりして帰らない。すごいね、しっかりしてるね。あただいま帰ってきた。やっぱ我が家は最高だいやそんなことないけどね、普通にあの人のワールドも住みやすかったと思いますけど。来ました、アテンションプリーズ。陶器は間もなくポテイトーに向かっております。ポテイトーだ、あれだ、じゃがいもだ。ポテト、まあ、ちなみにマックで一番好きなポテトです、まあ、みんなもそうなんじゃないかな、8割の人がポテト好きそう。こんにちは。まあもう住民っていうか動物たちがいっぱいおる。住民の方はどこだ。あ、来たよ、来た。こんにちは。今日はポテイトーのボタンさんワールドに遊びに来ました。じゃあ案内をしてもらいましょう。どこから行けばいいんだ。みんなね、教えてくれるの優しいですね急に押しかけてきたのに。あ、お花見会場。あ、すごい、だから俺の知ってるお花見こんな感じ。レジャーシート広げて、で、おせちとか、まあちょっと高級そうな弁当いっぱい置いて、サンドイッチとかね、あとラジカセとか置いてあったら完璧だったね。宴会ができる、酒飲みながら。なんかかくれんぼしてませんか。かくれんぼしてましたよね、今。隠れてましたよ、ここ。でもかくれんぼに使いそう。あ、すごい、坂だ。はしご使わないように坂作ってるのか。確かにこっちの方が行きやすいな。あ、公園、広い公園だ。公園と、あと竹が生えてますね。思って看板もある。よくアメリカとかにあるような看板だ。これをちょっと逆にするだけですげえ迷惑になるやつ。階段もあるし、自販機もある。待って、いろいろあるな。いろいろ、ちょっと楽しいな。家どこだ家がない。家がない。あれ家どこ、家がないんだよ、ずっと。家がないの。あれ、あ、これ、あ、入り口にあったんだ。これか。入ろう。お邪魔します。開かない。開いた？でもこれ一人ずつしか入れないからさ、一緒に入れないんだよね。毎回ドアを閉めてから、入っていいですよってなってて。ちょっと寂しい。あ、もう寝てる。早いね、寝るのが。まだ昼間なのに。あ？これすごいグッズだ。これあれですよ。僕が出したグッズで、ゴーゴー猫ちゃんスウェットって言うんですけど、僕が描いたやつを再現して、道盛りで、ね、マイデザインしてくれてます。あ、着てるじゃん。これ着るとね、100倍可愛くなるからね。これリビングですね、小部屋。はい、左の小部屋に入ったんですけど、これはリビングだね。リビングだ。ティータイムとか楽しめますね。いいなぁ。あ、こういう家族いいなぁ。羨ましいなぁ。俺いつも一人で部屋で食べてました、いつも。まあ親と食べたことなんてもう5年、いや、10年ぐらいないかなぁ。中学生ぐらいの時から一人で食べてるので。あれ？なんか流れてる音楽。今気づいたけど音楽流れてる。上の部屋はね、トイレとバスルームと、あと洗濯ルームが全部3点セットで入ってます。ただ区切りがないからちょっと見えちゃうのかな。お手手洗う蛇口と、これ、俺思ったんですけど、香水だよね。置いとくと臭くならない。確かにな、トイレはな、結構嫌な匂いとか残ると嫌だからな。よく見て、姫ちゃんあるよ。姫ちゃんと言ったら、スプラトゥーン2のキャラクターですよ。俺もやってるゲームなんですけど、ちゃんと再現されてる。すごい。王冠まである。いてらいてらありがとう。じゃあまた、達者でな。じゃあ帰ります。ありがとうございました。帰ろう。はい、お疲れ様でした。今日もね、二つのワールド行ったんですけど、まあ、自分とは明らかに違うワールドでとても楽しめました。この企画いいね。いろんなワールド見れて楽しいし、なんかいろんな発見とか気づきがあるからな、参考にできるしな。それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。